舞曲や、行進曲の作曲で名を馳せ、アルブレヒト対抗行進曲やワルツ、バーデン娘などが知られる。1850年11月8日、オーストリア帝国プラハにて誕生する。父カレル・コムザーク一世の下で訓練を積んだ後、1861年から1867年まで、プラハ音楽院で音楽理論と指揮法を習得。 1869年3月に、父親のリンツの軍楽隊に入団し、バイオリニア・バリトンを演奏した。第7不評連隊の軍楽隊長の地位が1871年に空席になると、コムザークは志願して受理され、21歳で、インスブルックで新たな職務に就任した。この頃この、ボヘミアの学士は、チロルの民族音楽を知るようになり、その影響は、 やはりコムザーク2世が学長を務めていたインスブルック声楽協会合唱団のために作曲した合唱曲に現れている。ウィーンに行きたいという積年の念願が叶ったのはようやく1882年のことであり、同年コムザーク2世は創生されて、ウィーンの第84不評連隊の軍学隊長に就任した。コムザーク2世の名声がじわじわと、 オーストリア帝国に浸透したのもこの部隊に配属されていた間のことである。陰銀な物腰や親しみやすい人柄、精力的な指揮活動によって間もなくウィーンの聴衆のお気に入りとなり、主要な吹奏楽の作曲家の一人と認められるに至った。コムザーク二世がオーストリアの軍楽に果たした重要な貢献は弦楽器の起用であった。コムザークの軍楽隊には、 14名の第一バイオリン奏者があり、その人数は当時の標準的なオーケストラのその人数にも必すべきものであった。コムザークがこの軍楽隊と共に行った旅重なる広い演奏旅行は各地で好評を持って称賛された。1892年にコムザークは健康上の理由によって休養許可を得て、 家族連れで、ウィーンから約14マイル南西にある温泉街、バーデンバイウィーンに展示した。翌年には、同地の保養地オーケストラを指揮している。その間にも、第84不評連隊が、ヘルツェゴビナの新しい駐屯地モスタルに転出する、運びとなったため、1892年9月20日に、第84不評連隊軍楽隊との、特別演奏会を行った。 ただしコムザークは、その後1896年に引退するまで、軍学隊長の地位を保持しており、冬ごとに、モスタルで、第84不評連隊と共に過ごし、春になると、バーデンに戻って、保養地コンサートを指揮した。コムザークの活動の頂点は、おそらく1904年のミズーリ州セントルイスで、開催されたセントルイス万博において、 ビーナー・ファルベン管弦楽団といった一連の演奏会であったろう。コムザークの早々行列コムザークが悲劇的な最後を遂げたのは、それから半年後の復活の手術のことであった。バーデン駅を立とうとしている列車に飛び乗ろうと試みて、足を滑らせ、車輪に惹かれたのである。泣き殻は終焉のチバーデンバイウィーンに埋葬されたが、 翌年11月に掘り起こされて、ウィーン中央墓地に改装され、ウィーン市当局者によって、記念の墓が建てられた。この墓碑は1907年に建てられ、四季墓を手にする、コムザーク二世の姿が見られる。ロベルト・フックスや、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー二世に宛てた書簡が、現存していることから、彼らと信仰があったことが証明されている。なお、 息子のカレル・コムザーク3世も作曲家として活動した。冒頭部、ありがとうございます。